ユディト・レーステルはオランダの画家。生物が肖像画で知られる。レーステルはハールレムで地元の醸造業者で衣類業者のヤン・ウィレムス・ゾーン・レーステルの第8子として生まれた。彼女が画家として修行した細部は不確かである。詩人、サムエル・アンプジングの書いた本に登場するレーステルの記述が有名である。幸せな夫婦、1630年。 ルーブル美術館像、セレナーデを歌う男、1629年、アムステルダム国立美術館像レーステルは、ハールレムで活躍していた、フランツ・ピーターズ・デグレバーのもとに、弟子入りした。彼女は1633年に、ハールレムのセールカ組合の一員となった。組合には二人しか女性がいなかった。組合にいた二年の間に、彼女は三人の男性見習いを見ていた。 記録によると、レーステルは、フランスハルスがやってきて3日もしないうちに、彼女の弟子の一人を引き抜こうとしたとしてこうに、訴えた。弟子の母親は、レーステルが、損害賠償を要求した額の半分の4ギルダーを、払った。弟子が戻ってくるとすぐ、ハルスは3ギルダーの罰金を払うことで責任を、処理した。レーステルは、組合に属する弟子を、 ハルスの弟子として登録させないためにもうまくやったのだった。1636年、レイステルは同業で少々才能があり多作なヤンミインセ、モレナールと結婚した。ハールレムよりも収入が上がることを期待して、夫妻は非常にしっかりとした芸術市場を持つアムステルダムへ移り住んだ。二人はそこに11年間暮らした。 夫妻には5人の子供が生まれたが、成人したのは2人だけだった。夫妻がヘームステイで移って間もなく、1660年に、レーステルは50歳で死んだ。レーステルが実質的に活動した期間は、子供を産むまでの期間と、同時期の1629年から1635年までである。1635年以後に描いた作品で、知られるのは2点のみである。 1643年からチューリップについての本に2点の挿絵を描いたもの、1652年から描いた1点の肖像画である。その生涯の間、同時代の画家たちに尊敬されたことからよく知られていたが、レーステルと作品は大部分が、その死後に忘れ去られた。レーステルが再発見されたのは1893年だった。ルーブル美術館が、 フランスハルス作品として購入したものが、実際はユディトレ・レイステルにより描かれたものだった。売人がレイステルのしたためた署名のモノグラムを変えていたのである。最後の数年でいくらか変わったものの、芸術シアはそれまでハルスの追従者か模倣として彼女を忘れてしまっていた。レイステルのプロの画家としてのハルスとの関係は明らかになっていない。彼女は彼の文化性。 または、親しい仲間であったらしい。レイステルは、1630年代初めに生まれた、ハルスの娘、マリアの洗礼に立ち会っている。ユディとヤンスという出席者指名の記録が残っているが、ハールレムには、ユディとヤンスという同性同盟の人物が、複数いた。たとえ、レイステルの作品、陽気な酒飲みが、ハルスが1627年頃から1628年に、 描いた陽気な酒飲みと非常に強く似通っているとしても、フランスハルスの下で、レーステルが修行したという証拠は何も記録されていないのである。一部の歴史家たちは、二人の作品が似通っているため、ハルスはレーステルの師匠だったと主張している。レーステルは家族内の光景を特に刷新した。彼女は全体的に家庭における女性の光景を創作し、 こういった主題は1650年代までオランダで人気のないものだった。その他の作品の大半は同時代の画家の多く、ハルスやユトレヒト・カラバジョ派のヘンドリック・テルブルハヘン、ヘラルト・ファン・ホント・ホルスト、ヤン・ステーン・ラと現実に似ている。これらの画家の作品では一般的に居酒屋や他の遊興の光景など、オランダ中産階級の富裕層の関心と思考に迎合するものが多かった。 ジュディス・レイスター・ダッチ・ペインター・イン・スイクロープディア、ブリタニカ・ハット・ハリス、アンサーザー・ランド・アンド・リンダ・ノックリン、ウィメン・アーティスト、1550から1950、ロサンゼルス・カウンティ・ミュージアム・オブ・アート、クノーフ、ニューヨーク、1976、フランツ・ピーターズ・デ・グルバー・イン・ザ・ W、RKD、ありがとうございます。